れ様です。今は3月4日の22時ちょうど31分だったところですね。スカーレットか、トランザクションロールバックはちょっと紙の方でも持ってねえか。これなんだっけな、アニクロ違えな、なんだ、なんかのパックに入ってたのかがり火のやつかな、なんだっけな、どっちも外れてる気がするけど、多分向いてないな、購入できてない気がする。ラインナップ見て多分自爆系が多いなとかのやつだったような気がするから、メイド見た目ループじゃあ今のバックが使えないと、今バックじゃないです、購入できなくなるね。次で GP と鳥獣とマナでもか、バグースか、ピンギラン確か、ハオケってもう来てるの、1、2戦ぐらいランクしていこうかなと思います。こんな感じですね、なんか中途半端な感じでやってます。シャトリを枯渇しても、あっちなんかとりあえずオフリスを手元に持ってくるかな。あ、違う、ほっぽか、じゃあ正解、そうだね、この紙の方の話をするのもあれなんですけど、マスターデュエルしたけど、自分はあんまり裁縫スネークアイをやれてなくてですね、マスターデュエルの方でなんかどちらかというと回せてる感じになるんですけど、まあ、とりあえずディアベルスターディアベルスターで動こうかなと思って、なんか中途半端にクシャトリラーを入れてる感じですね。
いかんせん無課金でやってるからですね。今回なんか、パック見てても渋くないって思ったりするんですけど。めっちゃ、テックジーナス出るし。マジこのランク帯すごい水マリンセス多いよな。なんだろうな急にってことは、まあ5回ぐらいは、いや4回ぐらいで止めるんかな。どうなの。でも多分アスターデュエルのいいところはすぐこういうので効果パッて見たり発動しますかっていうところで、まあ、システムが反応してくれるっていうところなんですけど、悪いところはシステムが反応するっていうところで速攻いいえとか別にする設定にすればいいんだろうけど、こういう時にね多分ニビルが反応するんですよね。相手の方がニビル警戒してて特殊召喚を4ないし5くらいで多分気づくと思うんですよね。5回目くらいこれですね。これで自分の方に待ち時間が来るんで、多分相手の方は今まで待ち時間こっちに来なかったのになんでってなったんで、ああ多分ニビルだなとかになってくるんですよね。でどこまでしようかなっていうのになってくると思うんですけど、まあ、マリンセスに関して言うんだったら、どのみち墓地にいても、めくれると思うんで、自分のハンド次第だと思うんですね。まだ、実質、相手の方は、5枚ある状態で、ここまで展開できてるんで、なおかつ、墓地もここまでね。っていうんですね。で、なんだっけな、トラップカードでも、なんか、妨害用のやつあったよね、マリンセスだっけな。水属性のやつに結構当たるんですよね、このランク帯は。トラップカード。で、まあ、墓地肥やしですね。あ、ですです。マリンセスウェーブですね。これが強い。本当に。で、フィールド展開して。マリンセス、一応水デッキで組んでるのが、翡翠とゴーティスだけど、紙の方です。紙の方なんですけど、そっちも全然回せてなくて、紙はもうほとんど回せてなくて、最近もう何が悲しいってユベルデッキ組めたぞって喜んでたのに、おかしいなぁって思って、肝心のユベルが入ってないって。スピリットオブユベルとかは入ってるんですけど、ユベルが入ってないっていう、悲しい。でも一応回るっちゃ回るんだよな。できたらね、なんかあの交流会じゃないけどそういうのに行ってきたいなと考えてるんですけどね。まあ大体何かしら持ってる。でストップで多分トラップ置いてっていう形になると思うんですけど、ここでもしスネークアイの魔法カードの引けないね。破
壊される可能性高いな。ここら辺から多分ベーラーが入っていうか、いや違うな、このデッキに採用されるのが高いからか。これを手札に変えることができるので加えて、はいですね。ですが効果は使えないので、これは確か8なんだね。これがね、セベルスターとかだったらね、よかったんだろうけど。チェーンで出せるのが強いよねっていう話で、これも発動ですね。とりあえず、ああそうなのか、そっちになってんのか、はい、これでとりあえず効果は発動です。これがとにかく強くて、また戻るんですよね、これがね。除外はとりあえず、はい。はい。見てないんだよな。ダメなんだな。この多分本当にいいところも悪いところもあると思うんですけど、個人的にまあそんなペーペーの全然結果も残せてないような、復帰してちょこちょこしかやってない人間から、人間がこういうのもあれなんですけど、個人的になんか会話しながらするデュエルが好きで、携帯になりましたね、なんかね。で、会話しながらやってるとちょいちょい忘れがちなのがこういうなんか体勢持ちだったり、効果禁止だよとか、お忘れやすいなって、照明とか貼ってるやん、ね、いや、あと1,2 戦はしたいんだけどな、ちょっと短めに取りたいんですよね、サクッと。あ、そうか、今月しかお祭り箱第2弾です。自分が欲しいのはギャラクシー関連かな。そう、2枚しか入ってないですね。シビアウケー、はい、終わり。エンドでいつもしか発動できないので、はい、行きますよ。ミララのカカアナとかもないのか、
造寺セットね、ロシアの方がいいかな。まあこっちもいいですよ。これがね1枚でスネークアイとか回収か。はい、持ってるんだね。普通に発動させなかったんだけど、こっちいいや。いかんせん、まああったらあったで時間取られそうだからって、そういうのはもうルームまでやれよっていうことになりそうなんですけどね。ちょっとすいません、くしゃみしそう。何発動した？最近ね、ユベルミバンコとかいうね、はい、来たー、出たー。はい、私ね、はい、はい。これね、いや、えぐいよね、ミカンコね。自分のデッキが今組んであるやつが中途半端すぎるのが一番悪いのかな。いや、一番悪いんだなと思いますね。そうそうそう、ね、ラビュー法ラビリンス本当に苦手だよね。そういう動きしてくるよね。
こうか、問題は。お、通ったぞ。なんでそこに置いたんだろうな。パニッシュメント強いな。紹介してもらう。どうせ戻ってくるから、見てなかった。いや、何伏せたか全然見てなかったっす。
召喚された場合に発動するのって何かあったかなっていう、そもそもが一旦解除。ブラフとか発動してくれてないよね、このトラップでなんかなんとかなるようなデッキだったっけ。ちょっとこのラビリンスあんまり詳しくないです。あー、誰もかれもか、ちょっとこれ発動される前になんとかしたいな。とりあえず打ってたりしてるんで、こっちもかな。はい、はい、これもじゃないかな。もしかしてモンスター効果だよね。そうだよね。スピードすべてではあれか、クラーメンだったんですこれなんだ。これなんだ。これ。多分持ち時間がなくなりそうな気がするんだよ。どうなん？はい、無理。あ、やっぱそうだよね。
で、ならなかったら、はい、はい。で、反転して。かな、ああ、ワンドローか。ミスったこれ普通に殴られるんじゃないか。ちょっと頭働いてないんですね。ダメだ、まだ全然うまく回せてない。てか次かがり火来るんかな。どうなんだろうな。あれが入ってるパックだったっけ。返されるでしょう。発動しないでしょ。どうなの？あ、するんだ。ああフィールドショーか。うん、はい、もういろいろとダメみたいですね、この発言が。どうしようもないことはないけどさ、悪意が
キャンセル発動したね。だよね。そうだ。最後まで釣っても羽根動きとか入ってないからな罪なんだよ。なるべく相手の方のプレイング見て、あ、ラビリンスはこういうことをやってくるんだなっていうのをなんか頭の片隅に追いやって、うん、どうしようもねまあまあまあやるだけやるか。なんか発動するんじゃないかな。もう目に見えて終わるっていう感じ。上から投げるでしょ。はい、上から投げるのかしら。いやーもう姫様のバトルスタイルあかんくないマジで。なんやったらリアルのこうで組みたいまである。ここまでされると誰が勝るのがやっぱ辛いっすね。あー、ちょっと長めにやっちゃったかな。どうしようかな。もうパック引いて終わるか。テックジーナスがめっちゃ来るんですよね、これ。これね。これがほんときつい。
うんだよね。もう貯めといて一気に引きなよっていう感じですよね。あと一回だけしようかな。ちょっと長めになりそうだ。あと一回だけ。今やってるイベントの方が確か何年か前のルールだったっけ？あれはまだ参加しないんで、どうしようかな。シルビアでいいか。フェンリル君がね、ちょっとね、また来るんだろうね。
しよっかな。でもちょっと頭の中で考えてるのは、今月発売のボックスが何収録されてたかなっていうのと、一箱買うかどうか迷ってますね。前回のユニティの時がまあ何とも言えない結果だったので、いやでも一箱でね、公式2枚とアルティメットでリフ、うん、2枚確定なのはまあ嬉しいっちゃ嬉しいっすけど、シャングリラしか出せないんじゃないかな、もしかして。それかシャングリラじゃなくて攻撃力3000の方が出てくるわ。前が出てこない。それが全く別のが出てくるか。あ、まあ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 勝てたんでよかったかな。どんな感じだったんだろうな、相手の判断。っていう感じで、なんか何とも言えないこのデッキで今綱渡りしてる感じですね。まあ無課金でもここまでできますよっていう感じですね。よいしょ。だいぶね、あの今回のなんだっけシンクロフェスとかで、もうこんだけね、ローランとかのやつ抜いてるのが、もうすっごい来ちゃってて、全然来ないのね、本当に。あの、こことか、エクセルとか、これもうあの、生成しちゃったもん。うん、ここも全然来ない、追走劇。欲しいなら砕いて、なんとかしろってやつなんで。だろうけど、そうの C っていうならここがちょっといらんかな、うん、なんかないか、うん、覗くとね、リンク3以下の3リンクもしていって私は。まあ、できんこともないけど、これ前提だもんね、墓地にいる。で、なおかつ、これを召喚。まあ、サイバースイッチを入れるけど、まあ、デッキのコンセプトとして、なんか、どうしてもなんか、ここを出してしまいがちなんで、これをね、忘れることもあるし、まあ、七軸っていうのがあるんで、アブソリュート入れて、ここら辺はなんか入れちゃってる、うん、とりあえずここら辺でいいかーで、なーなーで作った時なんで、はい。多分あれだね、1時間ぐらい経ったんじゃない、これ51分か。ちょっと長々となりましたが、今回は、これで終わりたいと思います。今の段階はこれぐらいかな。はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。またね。